預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけである。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったのに、イエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵と、その手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者は敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけである。